日本神奈川県横浜市鶴見区、岸谷岸谷は、神奈川県横浜市鶴見区の町名。現行行政地名は、岸谷1丁目から4丁目。住居表示実施済区域。郵便番号230-0078。横浜市鶴見区の西部、京浜急行電鉄生麦駅、JR 東日本東海道本線の北に、隣接する小丘料地帯に位置する。 北で東尾、東寺を、東寺を中退、北東で、鶴見、東寺を東退、南東から南にかけて生麦、西で、神奈川区小、小安通、小安台と接する。面積は、以下の通りである。隣接する生麦が市街化してゆく、大正時代も、農村的色彩が強く、東寺を東と同様稲作や寺尾大根をはじめと、する旗作が行われていた。 河川がないため水源は、棒の池についてのため池が使用された。この内房の池は、埼玉県北埼玉郡を市長の山崎積もる像に、買収され1920年に自然公園、三笠園として開業された。この三笠園はすでに遊園地として開業していた、花月園に刺激されたもので、多くの種類に及ぶ花嫁をはじめとする植物が植えられ、 花あやめの三笠園として知られた。三笠園内のふさの池では、同1920年のアントワープオリンピックに、出場するオリンピック水泳選手の練習場を及び、予選会場として使用され、古式泳法から近代泳法への切り替えが指導された。三笠園は入園者不足による、経営逼迫によって1927年、 閉園されるが、大野池には1937年に、横浜市営、岸谷プールが開設されている。残るについけも昭和に入ってからの高地の宅地化に、伴い一部が、観光用地として残された他は埋め立てられている。1967年まで、大技生麦、または生麦町の小技であった、岸谷であったが、同年5月1日の住居表示実施に伴い、 生麦町から分離し、東寺尾町、神奈川区、小安須台の各一部を合わせて、鶴見区岸谷として設置され、新たに一丁目から四丁目が置かれた。町名は、次岸谷が生麦町から分離して、周囲を合わせた際に、住民の要望によって、旧正寺の岸谷から取られた。岸谷の名は、山川の谷と、あるいは山手の谷という意味であり、現在の生麦を、 古くは、岸村と呼んだ時期に、岸村の野党を指したとも考えられる。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。長域南園に触れる生麦の、東地川境界線付近に、東海道本線、京急本線は通っているが、長域内を線路は通過していない。 乗車する場合は、京急本線生麦駅、下月掃除時駅が最寄り駅になる。都市計画道路、岸谷生麦線が横浜市によって計画されている。小安2とは、線路脇の一点のみで接している。ありがとうございます。